はい、こんにちは、116インズです。さて先日、ベースボールアメリカの今年のプロスペクトランキングトップ100が発表されましたね。2018年オフから何度目かわからない再建に突入したマリナーズは、比較的順調に再建をここまで進めまして、 トッププロスペクトも数多く集まっている状況にあること、未来が眩しすぎることを昨年動画でめちゃくちゃポジリ倒しましたが、そのうちジェレッド・ケルニック、ローガン・ゲルバートが昨年 MLB デビューしてもなお、MLB 有数のマイナーの層の厚さを誇り、今回のランキングでもトップ100に5人の選手がランクインしました。なので今年もポジります。ポジれるうちにポジっておけ。ただそれだけの動画です。ということで今回はベースボールアメリカのランキングに入った5人の選手を紹介しつつポジっていこうかなと思います。 はい、まずは全体2位にランクインした外野手フリオ・ロドリレス。惜しくも全体1位の座はオリオールズのキャッチャーアドリ・ラッチマンに譲りましたが、それでも今9回の中で最も期待されている選手のうちの一人です。ロドリレスはバッティングの評価が特に高く、まだ試合でフルに発揮されているとは言い難いものの、パワーのポテンシャルが凄まじく、それでいて確実性も兼ね揃えた将来のスーパースター候補。 ポジションは両翼向きとの見方がこれまで強かったですが、昨年はスピード面でも改善が見られ、センターも行けるかもしれないという考えをディポとジーンも出していました。そんなロドリゲス、昨年も順調にステップアップの1年を送り、オリンピックではドミニカ共和国代表として銅メダルを取ったのもそうですが、ハイエイト、ダブル AK2 回層で74試合に出場し、打率3割4分7人、OPS は10割。 74試合で13本と徐々にパワーも発揮されるようになってきましたし、また何より数多くのバッターが苦しんできた WA アーカンソーで打率3割6分2輪と格の違いを見せつけたのがいい。昨年のケルニックのように、よっぽどスプリングトレーニングでインパクトを残さない限りは今季の開幕をおそらくトリプレイで迎え、でシーズン途中で MLB に上がってくると思いますが、いや、本当に楽しみな存在です。ケルニックとロドリゲスの外野陣を見ているだけでもお酒も進むことでしょう。 続いて全体12位にランクインしたのが先発投手ジョージ・カービー。カービーはここ1年でかなり評価を上げたピッチャーで、もともと2019年ドラフト1巡目指名を受けた当時からコマンドの良さが評価されていた選手でしたが、そこに球速を7マイルくらいプラスしたことで一気にエース候補に。 90マイル後半時には100マイルも叩きながらそれでいてもともとのコマンドの良さが全く失われなかったため恐ろしいピッチャーとなりましたね昨年はロドリゲスと同様にハイ A とト W A の2階層でプレーし15先発で防御率2.5367回3分の2で80奪三振四死球率もちょうど2とほとんど無駄なランナーも出さず成績の面でも順調に育ってきているなという印象ですね唯一懸念点を挙げるとすれば昨年肩の疲労で1ヶ月程度離脱したこともありましたしまた2020年は そもそもマイナーのシーズンすらなかったためフルシーズン投げた経験がまだないことですかねマリナーズも相当カービィの状態に気を使って昨年も67回3分の2しか投げておらずまだまだプロでフルシーズンパフォーマンスを維持しながら投げることができるか不透明なので今季まずは怪我なくシーズンを過ごしつつスタミナをつけていくことこれが今期の課題ですかね今期メジャー昇格するとしてもシーズン後半になるかなと個人的には予想していますが万全な状態で上がってきてチームに貢献してくれると嬉しいですね。 はい。そしてトップ20の3人目、全体18人にランクインしたのがこちらのノエルビー・マーテ。ロドリゲスのちょうど1年遅れのような成長過程を辿っているマーテは、打力が魅力の20歳の大柄のショートで、ロドリゲスと同様に将来のスター候補として期待されている選手ですね。 今のところショートを守っていますが、守備には課題が残り、サードなど別のポジションへのコンバートが予想されています。昨年はほぼ1年間ロー A でプレーしたマーテは99試合で打率2割7分1厘、ホームラン17本、OPS8 割3分1厘、夏場に少し調子を落としてしまったので成績面でものすごく目立つというわけではないものの、19歳のシーズンとしては十分満足できる内容かなと、チームもマーテの活躍を評価し、シーズン終盤にはハイ A、エバレット昇格も果たしていますね。 打撃は多分そこまで問題とはならなそうな感じなのであとはどこを守らせるかだと思いますがショート守備も徐々によくはなってきているようなので w A ないしトリプル A 上がるまではショート1本でとりあえず進めていくんですかね今期は昨年のロドリゲスと同様にまずはハイ A で開幕を迎えてでそこでの競争が物足りないようであれば早めに w A に上がる感じでしょうか A ロッドがいなくなって以降マリナーズは強打の内野手を自前で育てることがあまりできていませんのでその悪いイメージをマーティに払拭してもらいたいですかね 4人目は全体45位に入ったマットブラッシュ2020年夏にリリーフのテイラー・ウィリアムズをパドレスに放出した際に獲得した後日発表選手がこのブラッシュで当時はそこまで評価が高かったわけではなかったんですがこの1年でトッププロスペクトの地位までのし上がりました スライダーが面白いくらい曲がる選手で、概要欄にも参考となる動画貼っておくのでぜひ見てほしいんですが、おそらくマイナー全体で見てもトップクラスの変化球。で、さらに速球も90マイル後半に届き、脱三振マシンぶりが光るピッチャーですね。少しボールが荒れ気味なところもあって将来はブルペンの声もありますが、今のところ先発としてちゃんと結果を残してきています。 昨年はハイ A と WA の2回層で20試合に登板し、防御率2.31。脱散死率は先発とは思えない13.1。シーズンが進むごとに安定感が増してきて、WA に上がってからは予識も減り始めて、いよいよ手がつけられない感じとなってきた印象ですね。登板機会はなかったものの、シーズン最終盤、プレーイオファラスに真っただ中の状況で MLB 昇格も果たしましたね。 ブラッシュも今季 WA またトリプル A あたりでもう少し先発の経験を積むことになりそうですがあの笑っちゃうくらいすごいスライダーを武器にどこまでやれるかメジャーでのピッチングを早く見たい選手です。 そして最後は全体83位に入った先発サワン、ブランド・ウィリアムソン。ウィリアムソンは2019年ドラフト2巡目指名の選手で、身長が198センチとかなり大きいのがまず特徴の一つ。最近のマリナーズの長身サワンでパッと思いつく選手にジェームス・パクストンがいますが、球種のレパートリーもパクストンそっくりで、90マイル中盤くらいの速球に加えて決め球にカーブ。加えてまだ成長途中にありますが、カッター系のボールと、チェンジアップも操る選手ですね。ブラッシュ同様、昨年評価を上げたプロスペクトの一人で、 立つのが脱三振率の高さ、ハイエーでの6先発31回で59脱三振。 奪三振率17.1は本当どうかしてます。長身左腕でかつ本格派だと心配されるのがコントロールですが、ウィリアムソンはその心配はあまりなく、昨年の予試給率は3丁度と、コントロールが大きく乱れることなく、しっかりゲームメイクできている点も多いですよね。先発としての現時点での完成度は先ほど出てきたブラッシュよりも高く、今季途中で場合によっては MLB 昇格も十分あるかなと、開幕は W A かトリプル A で迎えて、そこでどんな成績を残してくれるか次第でしょうか。 という感じでロドリゲスやマーテのように真のトッププロスペクトもいれば、カービィやブラッシュみたいにマリナーズに来てから急成長を遂げて、一気にトッププロスペクトとなった選手もいたりといろんな若手が揃っているマリナーズ。 この他今回トップ100からは漏れてしまいましたが、2020年全体6位指名のエマーソン・ハンコック。ハンコックは昨年の怪我ですとか、フォームが以前ほどスムーズでなくなったことで評価が落ちてしまったみたいですが、潜在能力はピカイチな選手もいますし、昨年の全体12位指名の高校生キャッチャー、ハリー・フォード。 先日国際 FA ではヨルダン・アルバレスと比較する声もある17歳の外野衆ラザロ・モンテスとも契約を結んだりなど本当にちょっと前と比べてもマリナーズのマイナー本当にかなり充実したなという印象ですね昨年はマリナーズも久々に90勝をマークし勝負期に転じる時期も迎えチームとしては順調に来ていると思いますのでマリナーズにちょっとでも興味のある皆さん今がファンになるいいタイミングですよほらほら悪いようにはしないからさ えー、まあ、うん、まあ、過去には確かに色々あったんですけれども、今回は、今回の再建こそ大丈夫と信じています。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方、ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。